教会はハデスの門にさえ打ち勝つ抑えきれない力を持っています。教会は神の御国をこの世界で築くために選ばれた生き生きとしたコミュニティです。教会は世界を全体的に癒すために神様が選んだ唯一の手段です。他の手段、プラン B は存在しないのです。現代の教会の多くは イエス様が始められたエクレシアと呼ばれていた初代教会との共通点を見出すのが難しいです。同様に多くのクリスチャンは弟子を作りなさいというイエス様の教えに戸惑います。しかし、弟子を作りなさいという命令は教会の最も重要な使命です。苦しむ世界に御国をもたらす唯一の方法です。弟子訓練は教会の外から始まります。地域で 職場や学校の中で、共にイエス様に向かって歩む中で人を育てるとき、自分自身も成長することを学びます。人のために生きてイエス様に会って人を育てるとき、私たち自身がイエス様の姿に似ていきます。弟子訓練の命令は青年たちにも及びます。子供や青年は大宣教命令を果たすものとして認識されないことが多いです。研究の結果を見ると、 彼らは選挙を進めるための大きな力でありながら、とても見過ごされていて、彼らを励まし強める必要があります。ノープラン B とは、11歳以上のクリスチャン全員に自分のためではなく、隣人のために生きようという呼びかけです。一人一人が兄弟の番人になり、弟子訓練を通して、神の御国を家族、地域、国々の中で広めることです。